え、右京地ってマジでマカオ行くの？え、だったら合流しようぜ、と、右京地マジでマカオ行くの？ 28 日からマジでマカオ行くの？本当にマカオ行くの？え、じゃああれさ、DM 送るわ。お、マカオ行くんだったら一緒に配信しようぜ、つって。え、でもすごくない？だって同じ日にちに同じ場所行くんだよ。え、でも本当にマカオ行くんだったらマカオで飯食おうぜ。ウキョチとウキョチの彼氏と俺で。どうせしかもウキョチの彼氏ってウキョチの視聴者だろう。なんでマカオ行ってるのにお前と飯食うって。運命じゃん、そんな俺も同じタイミングで。じゃあ俺初日はマカオいないけど、二日目からずっとマカオいるから。え、いつ帰ってくんのあいつ、あのブス。俺二日の朝帰ってくるけど。一週間いんの？マジで？どんだけマカオいるんだよ、あいつ。台風で帰れないかもしれないってけど、帰ってくる日も一緒でねえか。俺二日に帰ってくるんだけど、一日、台風なのね。いや、俺、もしかしたら俺も気づいてないだけで、あいつと俺付き合ってんのかもしんねえ。ありえないじゃん、そんなの。行く日も一緒か。お前ずらせよ、恥ずかしいな、てめえ、この野郎。なんで一緒の日に行って一緒の日に帰ってこなきゃいけねえんだよ。完全に一緒の日じゃねえんだよ、もうそれ。否定できない、もう。否定できないじゃん。彼氏ってジャルださ。え、まさかさ、ジャルさんが連れてくる友達って浮世ねえのことなの？ねえ。それだったらもういろいろ、いろいろ、点と点が線で結ばれるんだけど。もしかしたら、もう一人来るよって言ってたら、浮世地なのかもしれない。それ可能性ゼロじゃねえわ。一緒に行くかもしれない。ねえ。俺たち。繋がったわ。彼氏ってジャルさんのことなんだわ。すげえ、俺そしたら村氏やめるわ、さすがに。あ、純ちゃん？これ俺の彼女だよ、つって浮世地がさ、さすがにやめるわ。全幅の信頼を今寄せてるけど、俺さすがにやめる、そうなったら。スターダスト入ります。憧れの。スターダスト入ります、そうなったら。ごめん。乗り換えます。浮世地って、なんだその人気なの？うちだけだよ。てか俺だけだよ、こんなに。浮世地の話で30分繋ぐの俺だけだよ。安心して。もう誰も押し付けてこないから。ここ以外じゃ。浮世地28日からマカオ10月1日まで全く一緒じゃねえか。おい、ちょっと待て。おい、浮世地突してこい。俺たちこの疑惑をさ、晴らそう。俺今からさ、突待ち OK にするから、浮世地電話してこい、俺に。なあ。俺全く一緒だぞ、俺。おい、ちょっと浮世地、ちょっとタイトル変えれば、浮世地の突待つ。配信に。ちょ、マジで突してこい。俺たち疑惑晴らそう。お互いあれだぞ。良くないぞ。なあ。しかもさ、ホテルなんて限られてるぞ、多分。あ、でも、アメリカ資本のホテルって言ってたら、うちは。どこに泊まるか分かんねえけど。浮世地もアメリカ資本って言ってたぞ。え、もう、ジャルと浮世地付き合ってんじゃん、じゃあもう。付き合ってるじゃん、もう。否定できねえよ。え、でもせっかく同じ場所行くんだったら、別に彼氏、え、で、マジな話さ、彼氏って公言してんの？どうなの？彼氏と行くの？家族と行くとかじゃなくて、もう彼氏と行きますって公言してんの？してるんだ。え、だったら俺と一緒に飯食おうぜ、3人で。彼氏と俺と浮世地で飯、え、全然後ろめたくないじゃん。そこで、彼氏の前で会うんだったら全然後ろめたく。だったらさ、マカオ一緒のタイミング行くんだったら飯食おうぜ。マジで。ねえ。邪魔じゃねえだろうが。何が恋人水入れ、お前、浮世地、お前、マカオでうんこちゃんと同じタイミングで行くんだったら飯食おうぜ、そこは。邪魔じゃねえよな。絶対、あいっちは二人の時間が欲しいんだろ。意外、てめえ、どの口が言ってんだ、ブスコラ、お前。
あいつもドキドキ。右京ちんがマカオ行く捜査が見つからないぞ。俺まさか騙されてた。もういいや。じゃあもうその話は、真偽は自分の目で確かめます。もう誰にも僕は騙されません。俺が追っかけていくみたいでなんか嫌だし。せっかくなんか、俺バカンスで行くのに。